一郎くん、おはようございます。おはようございます、京一郎さん。おはよう、京一郎くん。朝ごはんですよ。たまにはこっちにも顔を出そうと思いまして。ま、そういうこともある。今日はまどかが朝から出かけていてな。何か用事があるらしい。コーヒーはまどかが用意していったから安心しろ。今注いでやる。もっとも、注ぐのもまどかじゃないとうまくないというのならやめておくが。いや、随分と仲がいいみたいなんでな。そう邪険にしてやるな。あいつはあいつなりにいろいろあるんだろうさ。まどかちゃんはいい子ですよ。ちょっと恥ずかしがり屋さんなだけです。京一郎さんに構ってほしいんですよ、きっと。欲しいものがあったら明日の夜までに行ってくださいね。あ、それはまた後で、全部思いついてからでいいです。琴子、ちょっとこっちに来てくれ。はい。で、それはいいとして、昨日下調べとかしました？どうやって入りますか？停電してから電源が切り替わるまでが約30秒だそうです。1階から15階に行って、さらに目的の部屋に入るのは無理ですね。京一郎くん、屋上から壁を伝って窓から15階に入っちゃってください。目的の部屋は防火窓で直接は入れません。ではでは、外からの侵入に必要な道具と、ビルの図面、警備の情報が必要そうですね。ID の偽造は時間がなくて無理なので、非常階段と目的の部屋の鍵と、おまけで防弾チョッキを用意しましょうか。
私はもう少しここでゆっくりしていきます。窓から侵入する道具とビルの図面、警備の情報に非常階段と目的の部屋の鍵ですね。京一郎くん、ここは日本ですよ。あれは冗談ですよ。とりあえず必要なものは分かりました。情報と鍵は用意してくれる人を紹介するので、直接会ってください。その人との待ち合わせの場所は…
京一郎か。何をしていたってこっちの勝手だろ。お前こそ仕事じゃないのか。ふん、どうだか。帰るんだ。別に。どこに？うん、そうか。ないな、お前の知恵ほどに。何をしに来たんだ、まったく。
京一郎さん、どうなさったんですか？こんな時間にもお仕事があるんですか？危ないことしないでくださいね。本当に気をつけてください。はい、行ってらっしゃい。